プーさん長靴なんて履いてどうしたの？砂丘に行くのよ。今砂丘の入り口にいます。行くぞ、うん、天気悪いけど砂丘は逃げない。遠州灘海浜公園、今そこにいます。今ここの駐車場に置きました。夜はゲートが下がります。そしてこれから行くのは中田島砂丘です。赤ウミガメの産卵場でもあるようです。こんなのが見えるのかな。お楽しみ。この公園は津波の避難区域になってるみたいです。いろんなことが考えられてます。こんなのもあります。砂丘に行くぞ。目の前になんかそびえ立ってます。長靴できてよかったね。ふーさん写真撮るって言ってます。カメさんいます。偽物です。すごい遠くから見たらリアルだった。リアルだった。見えた？見えた。ノブも行く。人の足跡の跡を行くと楽だということが分かった。まだ先があるじゃん。おお、海が綺麗だ。海綺麗です。太平洋、あそこは雨が降ってるのかな。夕日はあっちに沈みそうです。正面方向が名古屋方面です。埼玉県民、海が新鮮です。大きな建物、あそこのところが浜松駅です。振り返るとこんなです。そこまで行ってみよう。ちゃんと風門ができてます。来てよかった。ここの砂は粒が大きい気がする。サラサラしてます。ここは去年行った渚ドライブウェイとはだいぶ様子が違ってます。沖に船が2隻います。お日様が降り注いでるのがわかります。丸い地球を感じます。あそこは雲が海面まで来てます。こっちは綺麗かなね。来てよかったね、うん、長靴履いてきてよかったね。へい、いっぱい砂が入っちゃうよね。入っちゃう入っちゃう。いいね。寝たいのかな。どうかな。お、来るぞ来るぞ来るぞ。引いてるからだ。あそこから深いね。おお、でかいのも来た。来た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 。ちょっとあれはちょっと怖いな。おお、来たぞ。履いてるからいいけど。お、履いてるからいいけど。おお、あ、まだ来るぞ、まだ来るぞ。波が来ます。逃げた今。逃げたぜ。大迫力だったね。海から見れば、うん、あれなんだけど。どう？ぬるい？うん、海はぬるいそうです。全然冷たってなんだ。おお。ここは中津。ここは中田島砂丘。ふーさん、ちょっと見て。あ、今ほら、あらま、綺麗。
綺麗になってきました。もう一回やろう。ここは中田島砂丘。ふうさん今日は何するの？トレーニング。いってらっしゃい。行っちゃいました。今日はここまで。ここは中田島砂丘。ふうさん今日は何するの？トレーニング。いってらっしゃい。行っちゃいました。ふうさんこれ食べる？食べる。オッケーです。あ、ハニーの香りする。どう？うん、甘いのしょっぱいの？どちらかっていうとしょっぱいっていうよりかハニーかもしれない。甘いポテトチップです。うん、食べてみた。 おつまみになる？うん、なるのなると思う。うん、ハニーかな。ハニーかな。ハニーだね。悪くはないよね。悪くはない。以上、ハニーポテトチップスでした。